どうも、おやつです。前回に引き続き、今回も AI と一緒にクロノトリガーを実況していくのですが、ありがたいことに、続きを望む声が多かったので、エンディングまで、彼と一緒に実況していきたいと思います。テンポ重視でいくので、様々なシーンががっつりカットされることもありますが、ご了承いただけると幸いです。それでは、AI さんにご登壇いただきましょう。ごきげんよう。AI さん、今回もよろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いいたします。それではパート2のあらすじを、AI さんに解説していただきたいと思います。それより、太郎はどうやって牢屋を脱出してきたんでしょうか？墓地が脱出に協力してくれたからですね。え、そうだったかな？全然覚えてないんだけど。覚えとけ。じゃあ、あとはエンディングとスタッフロールを見るだけで。いえ、まだ全然そんな段階じゃないので、解説お願いします。では太郎、大臣、そして梅さんのそれぞれの勝利条件を整理しましょう。やっぱ自分が解説しますね。パート2で梅さんはガルディア城に復讐するために頼みますわ。前回、梅さんは太郎に対する理不尽な王国裁判と判決、それに加え父である国王から王女としてしか扱われないことに不満が爆発し、家出するついでに太郎の旅に同行することを決意しました。はい、解説終わりです。お疲れ様です。まだ終わってねえよ。まだ解説しろと申すか。城の兵士たちに逃げ場がない状況まで追い詰められたところに時空を超えるゲートが出現。一か八かで飛び込んでみると、文明が発達しつつもひどく荒廃した世界にたどり着いたので、今回はこの世界の探索からスタートです。太郎のいるガルディア地方と全然風景違うじゃん。そうですね、墓地も言っていましたが、まるで別の星に来たかのようです。これはもうタイムスリップ確定だろ。なんか割とまともだな。では手始めに、俺がこの世界を統治してやるのだよ。気のせいだったな。トランドームという建物に入ってみると、憔悴しきった人々がいました。太郎さん、みんな死んでいるので我々が頑張らなければなりませんね。まだみんな生きているのですが。本当かよ。ただここの人たちは食べ物がなく飢えに苦しんでいるので、かなり危険な状況です。では私の出番でしょうか。え、何か食べ物持ってるんですか。持ってませんけど。持ってねえのかよ。だってどこに行っても何もないんだもん。水もないしさ、どうすんだよお前。知らねえよ。聞いた話によると、16号廃墟を越えた先にあるアリスドームに行けば食料が手に入るそうなので、そこに向かいましょう。は、行きたくないですけど。すべてやばい、これは。やだ。アリスドームへ行くと、トランドームと全く同じような光景が広がっていました。ここの情報センターの所長の子孫であるドンという人物に話を聞いてみると、アリスドームの地下には巨大コンピューターや食料保管庫があるものの、警備ロボットが徘徊しているため近づけないとのことです。じゃあとっととここをなんとかしましょう。もちろんです。でもここの人たちみんな人間だし、見込みないので見捨てましょうか。やっぱこいつ人類の敵だろ。あとは他にも施設があるものの、暴走したロボットのせいで危険なため近寄れないという話も聞けます。ロボット相手なら私が適任ですね。そうっすね。どうやらこの世界は文明は発達したものの、ロボットの暴走によってここまで荒んでしまったと推測できますね。じゃあロボットを駆逐すればいいんでしょう。 AI さんの同胞みたいなものなんですが、いいんですかね。はい、我々は人間に使われることを望みます。本当？じゃあとっととロボットぶっ殺しちゃいましょうか。食料庫に到着したものの、電源が不安定だったためか食料は全て腐っていました。非常に残念です。私は食べ物がなくても平気なので落ち込まないでください。お前の心配はしてねえよ。じゃあ今日はアリスドームで寝ましょうかね。まだです。遺体を調べてみると、何かの獅子とドームの秘密を知っているネズミを捕まえろというメモを握っていたので、これらを次の行動に活かしましょう。じゃあまず、ネズミを緊急食料にしましょう。ネズミを捕まえるとコンピューターの操作方法がわかり、情報センターへ行けるようになります。ネズミがこの世界の元凶なので討伐しましょう。違うと思うよ。ああ、お人よしだね。情報センターでは、墓地に機械操作を任せ、時空の歪みをサーチするという方法で、ゲートの位置を特定してもらいます。まだこの世界へ来たばかりなのに、この機械に対する適応力は天才としか言いようがありませんね。そうです。私は天才です。だからお前じゃねえよ。特定の結果、ゲートはアリスドームの東にある、
プロメテドームにあると判明。しかしその後、梅さんが面白半分で適当にスイッチを押してみると、プロメテドームが爆発し、移動先が不明となりません。1999 年、世界はラボスの炎に包まれた。地の底から現れたラボスと呼ばれる怪物に、一瞬で世界は滅ぼされたという真相に動揺する一行。世の中クソだな。クソなのはラボスなんだよな。で、どうするんですか？諦めんの？当然諦めません。太郎が私を助けてくれたように、世界も救うことができるはず、と奮起する梅さん。ポチも、自分たちは時空を超えられるという事実から、世界を救う可能性を見出します。最後に必要なのは、太郎の決断だけ。やりますか？それともあんな怪物を相手にするのは無理ですか？じゃあ、一丁やりましょうか。やりますね。世界を救うという明確な目的ができたので、太郎たちの旅はここから始まったと言ってもいいでしょう。じゃあここからは私の奮闘と成果について語りましょうか。まだ説明してる途中でしょうが、気が重いですが、まずはアリスドームに戻り、ドンさんに結果を報告しましょう。ネズミの件も含めて事の顛末を真剣に話します。獅子を育てて希望を持ち、私たちも頑張るから、とにかく生きてとエールを送る一行。ドンさんは太郎たちの活気に感化され、自身が若い頃に乗っていたバイクのキーを渡してくれます。プロメテドームの道中にある32号廃墟にバイクが置いてあるそうなので、ありがたく頂戴しましょう。バイクの木？何に使うの？バイクに乗るためだろ。そっか。ドンさんから元気でなというエールを受け取り、一行はプロメテドームに向かいます。今日よりも明日なんじゃ。なるほど。さっきから反応が淡白すぎるだろ。じゃあ私は元気なのでしょうか？元気なんじゃないかな、知らんけど。32号廃墟へ行くと、ジョニーと名乗る者がバイクレースを仕掛けてきたので、勝利してプロメテドームへの移動を少しショートカットします。私が選手を殺すレースゲームにもなってしまいましたね。穏やかじゃないですね。私は常に穏健ですよ。プロメテドームをある程度進んだ先で、故障して沈黙している人型ロボットを発見しました。じゃあ配線をいじったら起動するじゃん。確かに、もし直すことができるのであれば、そういった作業をするかもしれませんね。まあそんな時間ないのですが。ありがとうございます。じゃあパパッと配線を直してロボットを復活させましょう。しかし他のロボットのように私たちを襲ってくるのではと反対する梅さん。それに対しロボットは自分の意思ではなく、人間にそういう心を持たされたと説くポチ。梅さんはポチの意見に納得したようなので、早速修理に取り掛かります。ロボットだけじゃなく AI にも心とか感情とかはないのかね？わかりませんよ。人間に対してすぐ処刑だの殺すだの、物騒なワードを吐く AI を私は知っていますからね。誰ですかね？そんな過激な AI は。お前じゃ。感情ってぶつけ合いで生まれるよね。まあ私には暴力は一切ないわけですが。修理が完了した後、ロボットは無事再起動に成功。R66Y という名前だそうですが、梅さんの可愛くないという反対により太郎が命名することになりました。それではロボットの新しい名前を5文字以内で決めてください。じゃあアルトローランドで。5文字以内で決めてください。じゃあアルマローランドで。5文字以内っつってんだろ。じゃあ、ディーアまるで吸血鬼みたいだ。どうやらここは電源が完全に落ちており、扉は開かないようなので、北にある工場でプロメテドームに連動する非常電源をつけに行きます。しかし非常電源はいつまでもつかわからないので、すぐにドアを開けられるように一人だけこの場に待機することになります。梅さんとポチ、どちらを待機させましょうか？じゃあ太郎を置いていきましょうか。システム上無理なので、梅さんとポチのどちらかを選んでください。梅さんを残した方が良くなるのかな？良くなるかはわかりませんが、了解。じゃあポチには残ってもらうとして、
太郎と梅さんには扉の前で待機してもら、工場跡にて非常電源を入れると、セキュリティシステムが暴走し、脱出することになりますが、脱出中にディオの仲間である、同型のロボットたちが登場します。仲間がいっぱいいてよかったね。しかし、かつての仲間たちはディオのことを、侵入者を抹殺しない欠陥品、我々の面汚しだと判断し、一斉にディオに襲いかかります。はよ、こいつら止めろ。当然止めに入りますが、このロボットたちのことを兄弟だと思っているディオは、そのまま無抵抗で襲われ続けます。じゃあ、俺がこいつらの電源ぶち切ってやる。気持ちはわかるが、できんのだ。なんでだよ。てめえらに今日を生きる資格はねえ。ということでボス、Rシリーズ戦です。この5体のロボットは1体ずつ、なんとか倒すしかなさそうだな。6体だし、1体ずつの処理は危険です。マジか。こいつらの HP は150、単体ダメージのロボパンチ、ロボ優先パンチ、ロボレーザー、全体攻撃のロボキャッチボール、そして最後の1体になると、全体に50程度のダメージを与えてくる、ロボ爆破を使用します。ロボ爆破は自爆技ではなく何度も使ってくるので、1体ずつ倒すのが危険なのはこのためです。俺なら男らしく1対1で行くけどね。そもそも2対6なんだよな。HP は低いですが、数で攻めてくるので油断は禁物です。3体ずつ並んでいるのを利用し、範囲攻撃でまとめて倒しましょう。こいつらは火属性を半減する耐性を持っているので、太郎は回転切り、墓地は回復薬になってもらいます。ええ。こいつら火に弱そうだけどな。そうかな。じゃあ技の設定変更をしてやるよ。は？超スーパー回転切りで火属性に弱くします。は？そして火炎車輪で前衛3体のロボたちを片付けにもう片付いてます。じゃあそのまま奥に突っ込み真空波動拳をぶち込みましょう。ゲームが違いますね。お前なんなの？消すよ。そんな言葉遣いではユーザーに嫌われてしまいますよ。じゃあ説明してやるよ。やれやれ、時間がないので手短にお願いしますよ。ロボたちにはそれぞれ弱点耐性を持っていて、水属性攻撃を 35% の確率で跳ね返すし、火属性攻撃は 40% というわけで無事撃破しました。扉の開閉装置は壊れてしまっているが工場中、プロメテドームにてサイドポチの修理を受け復旧したディオは、太郎たちの選択が、この星の命をどこへ導いていくのか、それを知りたいという好奇心から、旅の同行を決意します。次はいよいよプロメテドームに到着だ。もう旅立ちます。え？やることは終わりましたからね。俺の見せ場は？知らねえよ。そんなの。じゃあ助けた梅さんをどう恋人にするの？ゲートに入るとまたもや異様な世界に飛ばされましたが、今回はキリがいいのでここで締めたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回は太郎は2代目皇帝という組織の戦闘員を誤ってこれ